はい、私です。今回は、秋田県鹿角市の、松屋にですね、また再度行ってみた時の動画になります。で、コメント欄の方にですね、松屋には高速道路に乗らなくても行けるんだぞという、コメントがあったんで、じゃあどうやって行くのと思いながら、いろいろですね、このちょっとこの時あの地図ちょっと起動してなかったんですけど、ちょっと Google の地図と合わせて、もう一回見ていきたいなと、思います。で、今走ってるところっていうのがですね、ここ、この辺ですか。この辺を今走ってたかと思うんですけど、多分おそらく今この辺ですね。で、多分これがあれ、下り側の、ここに行くとこが今左手に見える場所かと思うんですけど、で、ここを通り過ぎて、で、まあちょっと、進んでいったところにですね、トンネルみたい、トンネルなんですかね、トンネルって言え、まあトンネルというか、なんていうんですか、高速道路のこの下の道路っていうんですかね、はい、まあまあトンネルですよね、はい、そんなとこがちょっとあって、で、そこを渡ると、ここですね、ここをちょっと左に入っていくと、その、なんていうんですか、上り側の、サービスエリアに、入るところ、があったようです。で、まあ、ここ、そうですね、これ、この辺のちょっとあの看板にですね、なんか、ネクスコさんの看板で、あんまり入るなって書いてるのは、多分この金網の内側の話で、この道路自体は確かに、すごい通れる場所だったと、はい、確信しております。はい、でですね、ここをもうちょっと進んでいったところに、なんていうんですか、この P っていう、まあ、地図上では P になってましたけど、ここですね、この右手、ここにちょっとした駐車場があったので、ここからちょっと、中に、ここに車を置いて、ちょっと中に、入ってみました。ということで、ここからは車を降りて、花輪サービスエリアの、上りの方に、入っていきます。で、この開放現金と書いていたところ、ここがまさしく入り口のようでですね、まあ、ここちょっと今引っ張ってしまいましたが、おそらく、押すタイプの、扉で合っているかと思います。で、まあ、ここから入っていくと、こんな感じで、前にですね、普通に、高速道路で来た時は、こちら側はなんかこう公園のようなものかなと思っていたんですけど、まあ、こっちから、入ってくる、ルートが、ありました。で、こっち側から入ってくると、あ、ちなみにこの日、あ、行ってませんでしたね。この日は2021年の10月31日、になりますの、14時ぐらいですかね。はい。ちょっと天気は、曇り空、ここにいるときはちょっと曇り空だったんですけど、この日はですね、いわゆる紅葉ってやつを、いろいろと見て回って、最終的に、カズノシティに、たどり着いたみたいな、そんな感じです。はい。で、それで最終的に、分かったことっていうのはですね、この、まあ、下道を通って、この花輪サービスエリアの中に入ってくるルートを私が知ったということはですね、もう、ああ、もうこれは完全に勝ち確ですね。もう今後、高速道路の料金を払わずとも、はい。松屋、秋田県内の松屋に、来ることができます。おそらく私、秋田市とか能代市付近からここまで来るのにも、2時間はかからないだろうと、思うんですけど、まあ、仮に能代市起点だとしても1時間半ぐらいになるんですかね。はい、ですので、まあ、ゆっくり紅葉を見て回りながら、こちらに来てですね、存分に松屋を食べることが、可能かと思います。で、この日はですね、いつもだったら牛飯に、キムチとあと卵なんですけど、この日はですね、久しぶりに、そういえばキムチカルビ丼でしたっけ、ちょっと名前定かじゃないんですけど、そういえばそんなのあったなと思って、ちょっと今回は、そちらを食べてみました。はい、こんな感じです。はい、ということでですね、この日もまあいろいろと、
はい、こんな感じ、これですね、メニュー、はい、こちらを、食べまして、はい、美味しかったです。また今度、来てみたいなと、思います。以上になります。ごちそうさまでした。